内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。早速ですが本日ご紹介の物件はこちら。破格だけど賛否両論な間取りに仕上がっているとの情報をキャッチしております。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。1989年7月地区の鉄筋コンクリート造7階建て。コメンテーターには私立愛州大学アンティーク校ノスタルジー教授にお越しいただいております。本日もよろしくお願いいたします。最近いいノスタルジーしてますか？私は今日ノスタルジックなお部屋で最高にノスタルジーしたいです。レッツ哀愁ノスタルジー。敷地内駐輪場、屋根付きで台風が来ても安心感があります。バイクも駐輪できます。メールボックスの横はチラシ用ゴミ箱、フロントエントランスはオートロックでございます。失礼します。どこかノスタルジックな館内、清掃行き渡り綺麗に仕上がってございます。エレベーターで上階へ参ります。着きました。こちらです。インターホン。それでは今日も元気に。オープンファイル。おお。まずこちらはとても広々とした約9畳のリビング&ダイニングキッチンスペース、ツルピカウッディ仕立て。シューズボックスは自身でお願いスタイル、あなたのセンスに全振りします。日中は電気がなくても十分作業できる明るさです。最高が最高。お部屋に匂いがこもる心配はありません。網戸だ。哀愁漂う格子付きでセキュリティ強化。独特な段差でキッチンスペースとダイニングスペースとで空間を分割しています。程よく立体的で飽きないデザインです。オープンファイア。二口ガスコンロ、お魚グリル、作業スペース確保、お料理ファイターエキスパートモデル。収納スペースもしっかりございます。淡い橙色のような質感が爽やか、清潔感漂いおしゃれに仕上がります。冷蔵庫スペースの隣には換気窓、光を取り込み、嫌な匂いを追い出します。ヘビーなお料理にも対応。上層階のため勢いよく風が入ります。広々としていて、どこか懐かしいおしゃれさ。好きです。こちらは？狭いですね。オープンファイア。パウダールーム、まさかのサイズ感、でも綺麗です。伸びます。シャワーモードに切り替え可能。綺麗に仕上がりますが、LDK スペースの広さの真逆を行くデザイン。何か特別な思いを感じます。温水洗浄便座。ギャップにドキッとします。狭いスペースなので掃除は簡単。まさに、ノスタルジーとエコロジーの融合。エコタルジー。癖を求める方に最適。賛否両論が巻き起こりそうな間取りです。非常に綺麗です。ツルピカタイル仕立て。浴槽もスタンダードサイズで普通に入浴できます。インテリア配置で印象がかなり変わる間取り。長めの突っ張り棒カーテンが役に立ちそうです。インターホン用受話器、ネット接続はこちらから。こちらはおエアコン完備。上階への階段、メゾネット仕様です。日当たり良好、日中は電気なしでも作業できます。ウッディーな床、コンセントございます。開放感、抜け感は素晴らしい。お部屋、各スペースの使い方に胸が躍るデザイン、あなたのセンスが光ります。階段は少し年代を感じるがっちりとしたレトロデザイン。テレビアンテナ線接続はこちら。お外の景色はどうでしょうか。抜け感申し分ございません。太陽光をしっかり取り込みます。それなりに広さがあります。洗濯機スペースはこちら。網戸だ。言わせてください。階段ノスタルジー。はい、階段を上り上に参ります。戸建てのような安定感。おお。こ
こちらは約9畳の広々スペース。こちらからテレビアンテナ線接続可能、天井高があるので洋室としても機能します。単身住まいご希望の方は豪快に何でも置けちゃいます。 Open fire。 収納スペース、窓は開閉可能、新鮮な空気を取り込みます。天井が高いので湿気はなさそうです。勢いよく風が流れて爽快です。景色も良好です。次はその奥、ロフトとはまた違った秘密基地感があります。 Open fire。 こちらにも収納スペース、収納として使う分には全く問題ないですが、ベッドスペースや作業スペースとして機能させたいところ。2階の空調に関しては窓を開けたり置き型クーラーなどを使ったりで対応することになりそうです。あなたのセンスが光ります。単身住まいなら下と上と両方に寝床作れそうです。気分と温度で寝る場所を変えたりとか。気まぐれノスタルジー。はい、ということで一部屋目の探検はここで終了になります。今回はもう一部屋内見可能ですので、そちらもサクッと見てまいります。一部屋目は広々スペースからの超コンパクトなパウダールーム、そして窓付きワクワクメゾネット。単身住まいはもちろん、ルームシェアにも十分対応できるお部屋でございました。結構クロート好みのお部屋ですね。とにかく広く住みたいとかメゾネット大好きな人には良いお部屋ですね。メゾネットでノスタルジー。メゾネットでノスタルジー。メゾネットでノスタルジー。はい、ということで次はこちら。インターホン、失礼します。浅めの段差にウッディフローリング、ほんのり哀愁イエローのドアが並びます。Open fire。左側にはシューズボックス、ウッディに仕上がります。棚の高さは調節可能。とても広々としています。ダイナミックなキッチン、換気窓付き。Open fire。換気にこだわったデザイン、賛否両論の間取りです。ワイドなキッチンスペース、作業スペース広々、収納も深型調理器具をはじめ、様々なサイズに対応します。カトラリーケース付き、3口ガスコンロ、お魚グリル付き、お料理ファイターエキスパートモデル、非常に贅沢なシステムキッチンです。あなたのセンスが光るちょっとした隙間、こちらに給湯器リモコン、なかなか苦節用な位置にございます。住み始めてから気づくまでに1週間くらいはかかりそうな位置だな。好きです。網戸だ。インターホン用受話器。ネット接続はこちら。そしてガス機器接続可能。冬場ガスファンヒーターで瞬時に温まりたい方には嬉しい仕様です。こちらは極小パウダールーム、水回りにあまり興味がない方、または気分が欧米な方には問題ない仕様です。綺麗に仕上がってございます。伸びます。バスルームはどうでしょうか。いい仕上がりを見せるバスルーム、サイズ感とデザインは先ほどと同じです。どんどん参ります。最高が最高。こちらは約6畳の洋室、ウッディフローリングと白のコントラストで作るシンプルなデザイン。テレビアンテナ線接続はこちら。どんなインテリアにも対応できそうです。お外の景色が気になります。日当たり、抜け感ともに良好。洗濯物はしっかり乾きます。網目デザインの格子で安全性アップ。しっかり風を通します。洗濯機スペースはこちら。網戸だ。Open fire。収納ございます。昔ながらのデザイン、布団や毛布類を乗せるのに便利な棚。ジャンルごとに分割して収納できます。上部もしっかり綺麗。ぜひご利用くださいませ。こちらはエアコン完備。こちらも程よい最高が最高。約6畳の洋室、ウッディフローリング、かなりゆったりとした間取りです。こちらからテレビアンテナ線接続可能。
一人で超贅沢に使うのもよし、ルームシェアにも最適な間取りです。こちらの窓は最高に少し落ち着きがあります。光を浴びながら読書や作業に没頭したい方にはちょうどいい最高具合。攻める網戸なしデザイン。普通だと思ってたら絶対一癖ありますね。普通ってなんなノスタルジー。 Open fire。 扉を開けることで溢れるまさに開放感の大洪水。全開にしちゃって味わってくださいませ。はい、ということでどうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？普通のようで普通ではないお部屋。単身であればとにかくゆったり暮らしたい、趣味道具を保管するスペースが欲しい、そんな方にぴったりのお部屋でございました。いやいや、良かったです。一般的には少し古くて癖が強めという表現になりそうですが、一人で住むとしたらこれほど贅沢な空間はなかなかないですね。ほんのりレトロな質感とツッコミポイントに時代を感じてどこか懐かしい気分です。哀愁ノスタルジー、哀愁ノスタルジー、哀愁ノスタルジー。それでは今回はここまで。皆様ご視聴誠にありがとうございました。私はいわゆる優秀な間取りというものを見たくなり街をさまよった。そして目にしたのは次回超優秀な間取り。お楽しみに。